こんにちは、バウアーチャンネルの酒井です。今日は爪切りの方法について解説していきます。この動画を見ていただければお家での爪切りができるようになると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。で、今日は最初ですね、イラストで解説していきたいと思いますので、まずそちらをご覧ください。はい、じゃあちょっとイラストを描いていきます。まず指があって、そこから、爪が伸びます。で、この爪の中には、血管が通ってます。もし、爪を切らずに放っておくと、まあ、こんな感じで伸びてきて、まあ、皮膚に突き刺さるようなケースもあるんですけれど、まあ、ここまで行くことはまずあんまりないと思うんですが、で血管もですね、ちょっとずつその伸びていくんですね。で、血管を切ると当然血が出ますし、ワンちゃんも痛い思いするので、伸びる前になるべく1ヶ月に1回くらいは爪切りをしていただけるといいと思います。この爪切りをしっかり1ヶ月に1回していってもらうと、この血管も伸びませんので、この刺激で伸びなくなりますので、できるだけ定期的な爪切りをお願いします。次にですね、爪を切っていきます。爪を切るときはこの血管を切らないように、少しずつ少しずつ角を落としながら切っていきます。で、もう本当に少しずつ切っていくんで、また一回その切ったと思ってももう少し追加で切っていってもらってもいいですし、ちょっとずつちょっとずつ切っていってください。これで今一旦切れましたっていう状況なんですけれど、次にですね、この血管、赤い線の周りにですね、の薄い膜のようなものがあります。これが爪切りをする際の一つの目安になりますので、この膜をギリギリ切らないくらいを意識しながら、その爪切りをするようにしてみてください。次にヤスリをかけていきます。このヤスリがけも非常に大事なので、面倒がらずに必ずやってください。ワンちゃんを抱っこした時とかに爪が痛いと感じる場合は、このヤスリがけがちゃんとできていない場合が多いです。ちなみに爪の下側ですね、この下のこの辺りをしっかりとヤスリをしていただけますと、爪が痛いと感じにくくなりますので、ここはしっかりしてあげてください。で、初めての方、爪切りやったことないよっていう方の場合は、この割り箸、こちらを練習にしていただけるとかなり参考になると思いますので、ちょっとぜひ一度試してみてください。ちょっとこれ、切ってきますね。で、まずその前に赤いペンでその血管を描いて、その1ミリ先くらいに白い膜があるっていうことをイメージしながら切っていきます。ご自宅での爪切りの場合はこの白い膜までは切らない方がいいので、白い膜から 1,2 ミリ残すイメージ、血管の先からですと 2,3 ミリくらい残すようなイメージで練習してみてください。ちょっとずつ血管の先の白い膜に近づけていくイメージで、角を落としながら切っていきます。まあ、こんな感じで切っていきますね。それでまあ今だいぶ切り進めてきたんで、そろそろ白い膜が出てくるのかなっていうようなイメージで、その直前くらいでやめましょう。こんなもんですかね。で、これは今割り箸なんで当然白くて、まあ、赤いラインが入ってて分かりやすいんですけれども、爪が黒くて血管が分からないっていう場合は、少しずつ切って白い膜が出てきたらそこでやめるでもいいと思いますし、で慣れてきたら あともう少しで血が出そうだなとか分かってくると思いますんで、まあ、とにかく白い膜が出てきたらそれ以上は切らない方がいいと思いますので、それで終了してください。これで切れましたら、今度ヤスリですね、ヤスリで角を丸くしていきましょうということになるんですけれど、じゃあヤスリ当てていきます。まあ、こうやって少しずつですね、やすっていくんですけれども、これしっかりやすり当ててください。いろんな角度から丸くしていっていただけるといいと思います。で、先ほど説明、イラストで説明した時も言ったんですけれど、下側ですね、下側、その部分をしっかりやすってあげると、抱っこした時とかに飼い主さんの腕とかにあまり痛くならないと思いますので、下側もしっかりやすりしていってみてください。こんな感じですかね。で、最後触ってみて
痛くなければしっかり丸くやすれているっていうことなので終了してください。ん、これでこんなもんかな。よし、これで OK ですね。はい、でこの割り箸非常に練習には有効だと思うんで、ぜひご自宅でやってみてくださいね。では実際に爪切りの様子を見ていきましょう。伸びた爪はこんな感じですね。爪は一気に切らずにこんな感じで少しずつ角を落とすように切っていってください。スローで見ていくとこんな感じですね。プロのトリマーがやるときはお客様の要望で血管ギリギリまで切ることも多いので、先ほど言った血管の先にある白い膜っていうのがちょっと見えづらいんですけれど、わかりますかね、こんな感じです。で、ご自宅でやるときはこのギリギリまでは切らない方がいいのかなというふうに個人的には思っております。あとワンちゃんによってある子とない子がいるんですけれど、犬の足には老僧といって、5本目の爪があります。ちょうどこの動画でやっているのが老僧の部分なんですけど、ここも必ず爪切りしてください。爪はお散歩でアスファルトとかを歩くとある程度削れるんですけど、老僧だけは地面から離れた位置にあるのでお散歩に行っても削れませんから必ずケアをしなければいけません。ちなみに老僧は前足には多いですけど後ろ足にはあまりありません。まあ、犬種によって違うんですけれど、見たことないという方はいい機会だと思いますので、ぜひ愛犬の足を触って確認してみてください。続いてヤスリがけですが、イメージは先ほどのイラストで説明したように角を丸く削っていく感じです。こんな感じで、白い粉が出ていると、きっちりヤスリがけができているという証拠になります。爪切りをする前と爪切りをした後だとこんな感じですね。さっきも言いましたけど、トリマーさんは結構短く切るんですけど、ご自宅でするときは血管だけ切らないように注意してください。で、もし血が出てしまった場合はティッシュやタオルなんかで数十秒押し当てて圧迫して止血してみてください。それでも止まらなそうであれば、ドライヤーの温風ですねを優しく当てて乾かして血を止めてみるのも非常に有効だと思いますので、試してみてください。はい、こんな感じで爪切りの方法を紹介していきましたが、いかがでしたでしょうか。最初は難しいと感じるかもしれませんが、飼い主様も慣れてくればそんなに難しくはないと思いますので、ぜひこの動画を見ながらお家でチャレンジしてみてください。今日の動画は、爪切りのコツ注意点を解説する動画でしたが、おそらく飼い主様が悩むこととしては嫌がることだったり暴れることだったり、そういう子に対応するその部分だと思うんですね。で、これは個人的には慣れが必要だと思います。僕も一番最初お店でワンちゃんの爪切りをするとき、まあ自分のワンちゃんでしたけど、自分のワンちゃんの爪切りをするときに、もう本当に僕不器用なんですけど、こんなもんできるかっていうくらい大変でした。まあこうやってやっぱり固定したりすることがすごく難しくて、ヒロチン式でバチンって切るのが怖くてなかなか思い切りできなかったりしたんですけれども、もう今では結構慣れまして、もう全然すんなりスムーズに切れるようになりましたけど、まあ、やっぱりこれはやり続けて慣れる必要があると思いますので、まあ、諦めずにお家でチャレンジしていただけるといいと思います。
飼い主さんも爪切りになれる必要ありますし、ワンちゃん自身もその爪を切られるということになれる必要があると思うんですね。トリミングサロンではおとなしくできるんだけれど、そのお家だと暴れてしまうっていう子もいると思います。でこれはやっぱりその飼い主様に甘えているっていうケースが多いんですね。もし暴れてしまって爪切りができないという場合は、もしそれがですね床でやっているのであれば、少し高い位置に移動してやっていただくと落ち着くかもしれませんし、まあ例えばそのお散歩に行ったりボール遊びしたり、あの運動させて疲れさせた後とかだと、またこれもおとなしくなるケースがありますので、ぜひ試してみてください。またあのおやつを小さくちぎったりして、そのまあその都度ですねご褒美感覚であげたりすることもいいかもしれません。工夫できることはたくさんあると思いますので、もういろいろ試してみて、あのなんとかそのお家でできるようにですねしていていただけるといいと思います。あのただ一つ注意点というかお願いしたいことがあって、子犬ちゃんですね、連れて帰って間もなくくらいの時の爪切り、これはできればトリミングサロンでお願いした方がいいと思います。というのが、そのやっぱり飼い主さんも慣れていない状態、ワンちゃんも慣れていない状態で、最初の爪切りでちょっと血が出てしまうとか、その失敗してしまうと怖がってしまう、もうその爪切りは怖いからもう嫌だよっていう、その子犬のトラウマになってしまうということが稀にありますので、まあ、最初しばらく慣れるまでの間だけはプロのトリマーさんにお願いした方が、まあ、お互いのためというか、ワンちゃんと飼い主様のためになるんじゃないかなと思いますので、その点はちょっとまた考えてみてください。お願いします。はい、それでは今日の動画は以上になります。ご自宅でのケアは大変なこともありますが、できるようになると、ワンちゃんとのスキンシップ、コミュニケーションの一つになりますので、あのぜひできるようになってください。そしてあのワンちゃんを頻繁に触るようになることで、ワンちゃんのそのなんていうかな、体調の変化、例えばここにしこりがあるよとか、あのあれここ毛が剥げてるなとか、そういったことにもあの気づけるようになると思いますので、そういったことにもあのぜひ注意していただけると、より楽しいペットライフが送れると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。この動画がためになった方はグッドボタン、高評価をお願いします。また応援コメントもいただけると嬉しいです。今後もワンちゃん、猫ちゃんを飼っている人にためになる動画を配信していきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。